本です。神宮皇后を母に持ち、15代天皇と即位され、各地を平定しつつ自ら領内を視察することで実用性の高い政治を宣誓され、日本文化の交流を導きました。この頃の日本の発展は多くの渡来人が引きつけられ、海を渡り日本は知られていったといいます。神宮皇后と応神天皇自身の功績、武勇伝は大変多く残り、後の世に武家より武運の神と大変多くの信望を集め、八幡神を祭神とする八幡宮が全国に広がり、最も多いものとなりました。